はい、今回の動画は Windows 10パソコンのタスクバーの時計に秒数を表示させる方法をご紹介します。で、Windows 10パソコンのですね、タスクバーのところに表示されているこの時計のところですね、これはですね、標準の状態だとこの時間と分だけが表示されています。 で、この時計の表示のところに秒数を表示させることができるんですけどもこれをやるにはですね、レジストリーという部分を少しね、設定をいじらないといけませんのでこのレジストリをいじることによってですね、場合によってはですね、なんかパソコンにですね、不具合が起こるという可能性も全くのゼロではないのでもしね、これをやる場合はですね、自己責任でやるようにしてください。 ははいそれでは早速そのやり方なんですけどもまずはレジストリエディターを開かないといけませんのでタスクバーのですねこのスタートボタンのところですねここでマウスを右クリックしてもらってこのファイル名を指定して実行というところをねクリックをしますはい次にこの名前のところに regedit ですね regedit という風に入力をして OK ボタンをクリックします はいそうするとこのレジストリエディーターの方が起動しますのでこの画面の上のですねこの名前が入っているところですねここのもともと入っている名前は消してもらってここにですねこちらのパスを入力をしてくださいでこのパスに関してはこの動画の下の概要欄のところに入れておきますのでそれをねコピーペーストして使ってくださいでパスを入力をしたら Enter キーを押します はい、次にですね、この画面の上の編集というところですね、こちらをクリックをしてもらって、新規というところにマウスのポイントを持っていってもらって、さらにこの中のこの D ワード32ビットというところですね、こちらをクリックします。はい、そうすると、この新しい値っていうのがね、できるんですけども、ここの名前をですね、こちらの名前ですね。で、この名前に関してもね、動画の下の概要欄のところに入れておきますので、そちらをね、コピーペーストして使ってください。で、名前を入力をしたら Enter キーで確定をします。 で次にですね今作成したこちらのファイルのところですねこちらをダブルクリックしてください,はいそうするとこの編集のウィンドウが開きますんでこの値のデータというところですねこれが標準の状態だと0になっていると思うんですけどもここをですね1に変えて OK ボタンをクリックしますこれで設定の方は完了になりますんでパソコンの方を再起動してください はい、で画面の方が切り替わって今これはですねパソコン再起動した後の状態なんですけどもタスクバーのねこの時計表示のところを見てもらうとこの秒数がね表示されているのがわかると思いますはいでこの秒数表示をまた消したいといった場合はですね先ほどねこのレジストリーエディターの中に作成したですねこのファイルですねここをね右クリックして削除してもらえればですねいつでも元に戻すことができます はいといったことで今回の動画では Windows 10パソコンでタスクバーの時計に秒数を表示させる方法をご紹介しましたで、最初にも言ったようにですねレジストリの部分をいじる設定方法になりますんでやるときはですね必ず自己責任でねやるようにしてくださいそれでは今回の動画は以上になります今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました